はい、青春姫チージ、今回紹介するのはロッテの機動戦士ガンダムマンの方をレビューしていきたいと思います。今回もね、こちらのチャンネルの方ではパッケージの方をね中心にコレクションをしているので、今回ね6つ買ってきたので、その中をね4つをね開封していきたいと思います。なので通常の YouTuber さんが行われているようなコンプするまでのね開封動画とは違うので、その辺をねご了承の上ご覧ください。それではね、まずねパッケージの方を見ていきましょう。こちらの方は10月22日に発売されました。地球連邦軍の方は東日本先行発売ということで、西日本の方にはねジオン軍の方が先行発売されているかと思います。まずね印象的にはこの横にねガンダムの顔がねこう並べられてね入っているのはね、結構ねこれはディフォルメされてないような感じのガンダムの顔で、裏の方にもあるんです。こちらねサンライズのねこちらの商標のガンダムの絵柄になっているんじゃないかなと思います。そういったところではね、このガンダムの顔がね、綺麗なガンダムが入ってますよね。あとはね、こちらのガンダムマンというロゴの方なんですが、やはりね、ビックリマンらしくね、濁点のところに星になっているのが印象的かと思います。で、アムロ・レイとファーストガンダムの方が描かれています。SD ガンダムに近いような感じにはなってくるんですけれども、それでもやはりね、ガンダムマンらしいと言いますかね、SD ガンダムだともっとね、下半身の方が潰れているような印象なんですが、やはりかなりディフォルメはされているんですが、ビックリマンらしさがね、このね、ロボットの方のモビルスーツの方にも、ビックリマンの個性というものはやはり出ているんじゃないかなと思います。もちろんこういったね、キャラクターのね、登場人物の方はね、ビックリマンらしさがね、感じられるところは多々あるかと思います。あとちょっと寂しいのは、この40周年のね、このロゴがね、ちょっとね、こう、なんとなくビックリマンらしからぬ、ちょっとね、シャープな感じのロゴになってしまっているので、この辺はやはりね、ディフォルメされたようなロゴになっていたらね、もう少しこう、ビックリマンらしさが出たんじゃないかなと思います。で、裏面の方にはね、ビックリマンがガンダムと夢のコラボ、ビックリマンのイラストレーターが描く機動戦士ガンダムの地球連邦軍キャラが登場、連邦軍行きますと入っていますね。で、こちらにはね、こうジオン軍の方のね、宣伝もここには記入されています。で、もう一つのパッケージがこちら、セーラさんとこちらのホワイトベースのバージョンになりますね。セーラさんもね、非常に可愛らしくね、描かれているんじゃないかなと思います。ホワイトベースの方もね、かなりね、このディフォルメ感がね、こう、手頃なディフォルメ感といいますかね、ビックリマンらしさが残っていて、非常にね、いいパッケージになっているんじゃないかなと思います。でね、背表紙の方はどちらもね、同じ色のタイプの背表紙になっています。こちらね、やはりね、色がね、違うタイプの時と、同色の時とね、2タイプあるのがビックリマンのね、パターンなんじゃないかなと思います。例えば今回のガンダムマンは背表紙が同色なんですが、こちらワンピースマンの同じコラボのものでも、やはりね、パッケージが違うように、背表紙の方が違う場合があります。できれば個人的な色の方はね、変えておいてもらいたいかなというような印象があります。当時のね、旧ビックリマンの方でも、こちらの背表紙の方の色が違ってね、確か黄色と緑だったと思うんですが、なんか個人的にはね、黄色の方がね、ヘッドが出るなんていう噂があったのを覚えています。そういった都市伝説もあるんですけれども、まあ、背表紙が一緒になってしまうというのはね、ちょっとね、個人的にはパッケージを集めているコレクターとしましては、ちょっとね、残念なポイントなんじゃないかなと思います。それではね、今回も4つだけになるんですが、開封していってみましょう。では、まず1つ目ですね。まずこちら、セーラさんですね。パッケージもなっていたので、やはりね、可愛らしくて非常に印象的なんですけれども、エンボスシールといった感じになっているかと思います。裏面はこんな感じで連邦軍の4となっています。さあ次2つ目開けていきましょう。出ました、ホワイトベースですね。こちらのパッケージになっていた、ちょっとねこんな感じで並べてみると分かるんですけれども、非常に割とね後ろね宇宙空間のところがキラキラとしていて、結構綺麗なね印象を受けるかと思います。では3つ目開封していきましょう。3つ目はマチルダさんですね。マチルダアジャン、アジャンって知りませんでした。マチルダさんですね。やはりね今回ちょっとねこうディフォルメ感が足りないのかな、もうちょっとディフォルメしてくれてもいいのかな、ちょっとね背景の部分が広くてちょっと寂しい印象を受けるかと思います。では最後の1個開けていきたいと思います。最後の1個は何でしょうか。こちらコア G ファイターですね。コアファイター G ファイターが出ましたね。モビルスーツ系ですね。ちょっとガンダムはね、一つね、ファーストガンダム欲しかったんですが、今回はこちらの4枚ですね。セーラさんとマチルダさん、ジンファイター、ホワイトベースの4枚が出ました。今回のガンダムマンの方もシールは全24種類となっています。ラインナップはこんな感じです。やはりファーストガンダム世代の人からするとね、今年がガンダム40周年ということで、まあビックリマン世代でもありますから、このね、
2つの夢のコラボというものは非常に、ね、嬉しい方も、ね、多かったんじゃないかなと思います。といった感じで、ね、今回も基本的にはパッケージコレクションなんでパッケージの方を、ね、中心に紹介してみました。よかったらねこちらのガンダムマンの方を集めてみるのもいいんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますのでそちらもチェックしてみてください。